ハノーファー進行は7年戦争中の1757年、エストレ公爵率いるフランス王国軍が、ハノーファー選定公領に進行した戦役。エストレ公は、ハステンベックの戦いで勝利した後、選定公領と近隣のドイツ諸公領に進軍、選定公領の大半を占領して、選定公領の守備に当たったハノーファー監視軍を、北海海岸の下でまで追い込んだ。そこで、 カンバーランド公爵が、クローステルセイベン協定を締結して、ハノーファー軍の解体とフランスのハノーファー、選定公領占領,領を承認した。しかし、イギリス王権ハノーファー選定公、ジョージ2世は、内閣から圧力を受けて、協定の承認を拒否、ハノーファー軍は再び戦場に立った。指揮官の更迭された、同盟軍は1758年春までに、フランス軍を、 ハノーファー選定工領から追い出し、ラインガー西岸まで押し返した。1754年に北アメリカで英仏間のフレンチ・インディアン戦争が勃発すると、フランスはフランス領カナダの人口、兵隊、資源の少なさを鑑みて、戦争が長期化した場合はいずれイギリスに占領されると考えた。そのため、フランスは講和交渉でカナダと交換できるヨーロッパの 領地の獲得を試みた。1714年以降、イギリスとハノーファー選定綱領は、同訓連合を組んでいた。ジョージ2世が両国を統治しており、フランスは、ハノーファーを占領することで、ジョージ2世に圧力をかけることができると考えた。イギリスははじめロシア兵5万人を雇って、ハノーファーを守備しようとしたが、後に計画を変えて、花房広志同盟を締結。 イギリス政府からの資金で、ハノーファー、ブラウン・シュバイク、ヘッセン軍で構成される監視軍を編成した。ジェフリー・アマーストやガイ・カールトンなどのイギリス士官が監視軍で部隊を指揮した。監視軍の指揮官は、ジョージ2世の次男カンバーランド公爵だった。監視軍という名前は、軍の存在が抑止力になり、その役割が監視するだけになるという望みが込められた。 1756年初、フランスによるイギリス本土侵攻が差し迫ると、ハノーファーとヘッセン軍の多くがイングランド南部の守備についたが、侵攻の脅威が去るとドイツに呼び戻された。ドイツ西部でフランス軍と戦うという展望は、オーストリアとプロイセンの紛争と時期が重なった。第一次ベルサイユ条約により、普通王同盟が締結されると、 フッツオは1757年内にドイツ諸公の同盟を撃破しようとした。まずフランスの大軍がドイツ西部を総統してハノーファー軍を撃破してハノーファーを占領した後西からプロイセンに迫る。オーストリア軍は同時に南から迫る。フランスはエストレ公爵率いるベストファーレン軍という大軍の編成を開始した。ベーザー川とハーメルン、ミンデンニインブルク、 ブレーメンの要塞が天然の防御線となっている。1757年6月初、交渉による合意が不可能であることが明らかになると、フランス軍はハノーファーへの進軍を開始した。最初の小競り合いは5月3日には、すでに始まった。フランス軍の一部がプロイセン中流軍800人しかいないゲルデルンの包囲に3ヶ月もかけたため進軍が遅れた。 一方フランス軍の大半は約10万人もの大人数だったため進軍が遅かった。数で上回られたため、監視軍はベーザー側を渡ってハノーファー選定工領内に戻り、カンバーランド港は応戦の準備をした。7月2日、救援に派遣されたイギリス艦隊を待たずに、プロイセン領エムデン港がフランスに陥落した。これにより、ハノーファーが ネーデルラント連邦共和国から切り離され、イギリスからの補給は回路で直接輸送するしかなくなった。フランス軍は続いてカッセルを落とし、右翼を守った。7月末、カンバーランド港は自軍の準備が整ったと感じ、ハステンベック村の周辺で防御陣地を築いた。フランス軍は新したに過ぎなかったが、カンバーランド港が撤退すると士気が大きく低下し、 彼の軍勢が解体し始めた。エストレーは勝利したにもかかわらず、直後に降鉄され、フランス軍を率いてミノルカ島を占領したリシュリュー公爵が公認になった。リシュリュー公爵は元の戦略を踏襲して、ハノーファーを完全に占領した後に、オーストリア軍に協力してプロイセンを攻めることを命じた。カンバーランド港の軍勢は北への撤退を続けた。 フランス軍の追撃は補給の問題で遅くなったが、監視軍への追撃は続けられた。イギリスはロシュフォール襲撃を計画して、フランスにドイツの軍勢を引き上げさせて、海岸防衛に当たらせようとした。しかし、リシュリューは追撃を継続、民電を占領した後、8月11日にハノーファーを占領した。選定工領の首都ハノーファーは1757年8月に、 フランス軍に占領された。リシュリューは軍を派遣して、ブラウンシュワイクを占領した。プロイセンをフリードリヒ2世は、カンバーランド港の軍に派遣したプロイセン軍を、呼び戻して、自軍と合流させ、監視軍がさらに弱体化した。ハノーファー政府は、カンバーランド港と共に、フェルデン経由で、ブレーメンフェルデン州とシュターデに撤退した。シュターデは、エルベ川で北海に繋がっており、 よく要塞化され、海からの補給も可能であったが、カンバーランド港は危険を感じた。下ーげに大規模な増援を送る提案は拒否され、ロシュフォール襲撃は予定通りに行われたが、カンバーランド港への支援にしては遅すぎた。ハイドパーカー大佐は、イギリス艦隊でエルベ川を通って、カンバーランド港に届けるまでの補給路を川が凍るまで確保するよう命じられた。 この艦隊が配備されたことでカンバーランド港を兵糧攻めにすることができなくなったためリッシュ流港はカンバーランド港の陣地が強固であると考えたフランス軍の士気はすでに大きく低下しており多くの兵士が病気で動けなかったカンバーランド港が8月21日に停戦を申し入れた時は拒否したがリッシュ流は今や交渉に前向きになった デンマーク王フレデリク五世は条約により、ブレーメンフェルデンが外国軍に脅かされている場合に軍を派遣する義務がある。フレデリク五世は中立を維持しようとしたため、リシュリュー公とカンバーランド公の仲介役を務めて合意を成立させようとした。自軍に苦労してるベンを攻撃する余力がないと、考えたリシュリューと自軍の先が暗いと考えたカンバーランドは提案に同意した。 9月10日、イギリスとフランスは、クローステル・ツェーベン協定を締結して停戦した。停戦の条件は、ブラウン・シュバイクとヘッセンの派遣軍が、本国に戻り、ハノーファー軍の半分がシュターデに止め置かれ、残りの半分がエルベ川を渡って撤退する、というものだった。ハノーファーの大半は、一部の非軍自治体を除いて、フランスの占領下に置かれた。フランス軍は、 イギリス艦隊がベーザー側から撤退することを条件にブレーメンから撤退した。しかし一部の問題はあやふやのまま終わり後に紛争を招いた。協定が締結された後監視軍は散らばり始めたが武装解除は要求されなかった。一方、フランス軍は協定に違反してヘッセン軍の一部を強制武装解除した。協定はすぐにイギリスで攻撃された。 ジョージ2世はカンバーランド港に条約交渉の権利を与えたにもかかわらず、激怒して10月にカンバーランド港をロンドンに呼び戻し、彼にすべての軍職を辞めさせた。リシュリューも条約が緩やかすぎるとして、パリで批判された。リシュリューはプロイセンへの全面攻撃を行うには、時期が遅すぎたとして翌年まで待つと考え、プロイセンのマクデブルク要塞の包囲を命じられたにも、 かかわらず、ハルベルシュタット付近で東映に入った。イギリス政府は、クローステルツェーベン協定がプロイセントの協定に違反するとして、クローステルツェーベン協定を守る義務がないと宣言した。イギリス政府は同時に、ジョージ2世とハノーファーの閣僚を説得して、協定の破棄と再参戦に同意させようとした。10月8日、 ジョージ2世はフランスが帰国するヘッセン軍に干渉したことを理由として条約を無こうとした。フランスも協定に不満だったため戦闘の再開を準備した。ハノーファーはイギリスの指示を受けて監視軍を再編成、プロイセンの軍人フェルディナント・フォン・ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテルを監視軍の指揮官に任命した。イギリスはハノーファー軍や他の派遣軍の費用支払いに同意した。 それまでイギリスが大陸での戦争への指揮に援助に反対してきたウィリアム・ピットが政策を変えた瞬間であるが彼はイギリス軍をフェルディナントの軍勢に派遣することに引き続き反対したフェルディナント・フォン・ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル彼は1757年末に再編成された監視軍の指揮を取りフランス軍をライン側の向こうに押し返してハノーファーを解放した フェルディナントはすぐに監視軍を改革、ハノーファー軍の指揮を一新した。フランス軍が様々な残忍な行為を行ったことで市民がフランス軍に反感を持ったこともフェルディナントを助けた。フリードリヒ2世がロスバッハの戦いで勝利するとフェルディナントはフランス軍に対し当時としては珍しい陶器戦役を起こした。フランス軍の状況はすでに悪化しており、リシュリューは 海戦よりも撤退を選んだ。彼は直後に辞任、クレルモン伯爵が公認になった。クレルモンはフランスを売る15世に、フランス軍が略奪者や勝者ばかりという状況を報告した。リシュリューは兵士への賃金の着服などの飛行の疑いをかけられた。フェルディナントの反撃により、同盟軍がエムデン港を奪回、フランス軍がライン側の向こうに押し返された。 春には、ハノーファーが解放された。1757年末には、フランスのヨーロッパにおける全面勝利が近いように見えたが、1758年発には、イギリスと、その同盟国が勝利するようになった。1758年での挫折にもかかわらず、フランス軍は引き続き、ハノーファーを再占領して、交渉の材料に使う政策を採用した。 これは1759年のケベック陥落の後ではさらに顕著になった。フランス軍はフェルディナントの軍勢を撃破してハノーファーを占領するためにだんだんと大軍を投入するようになった。しかし、それでもハノーファーの占領には失敗、1762年の最後の試みがビルヘルムスタールの戦いで失敗すると停戦協定が締結され、翌年のパリ条約では フランス軍のドイツとオーストリア領ネーデルラントからの撤退が定められた。後のアメリカ独立戦争において、フランスはハノーファーと中立協定を結び、フランスによるハノーファー攻撃は起こらなかった。これは、フランスの首脳部が1757年のハノーファー侵攻、並びにその後に多くの軍勢と資源を投じて、ハノーファー奪還を試みることが誤りであると認めた。 ものであった。イギリスはフランス軍がハノーファー学会を試みた間、西インド諸島、カナダ、アフリカ、インドのフランス植民地を自由に攻撃することができた。ありがとうございます。